1ヶ月漁師生活、早々に10キロのダイエットを成功し、3つの難題を課せられたマサル。1つ目、10キロオーバーの磯マグロを捕獲し、執念で25メートル潜水も達成。残すは鳥をも飲み込む魚 GT のみ。果たしてマサルは期間中に GT を捕獲し、100万円をゲットすることができるのか。おはようございます。27日目、朝でございます。ちょっと睡眠不足であるんですけども、起きる時間を一定にした方がいいとね聞いて、それすぐ影響を受けて今日も8時半に起きております。競りに行きましょう。競りに並んでますね。てか他の人がついてるやつの方がでけえな。 5.3 キロとかもいるからな。さて、いくらで売れるでしょうかね。今ね、マジでブダイがめっちゃ値上がりしてて、沖縄で1700円とかついてるの。1700円とかだったらブダイフライ、あの値段じゃ作れないよね。誰に売ってんだろうっていうぐらい高い、マジで今。それでも島に出す、島の人に食べてほしいからね。860円。ちなみに丸ヘイとか丸テ丸山とか言ってるんですけど、丸ヘイが僕です。はい、夜明けの商品ですよ。はい、はい、ということで今日もね潜りに行きます。今日の狙いはですね、もう南洋ブダイです。はい、焼肉を食うためには南洋ブダイを狩りまくるしかねえということで、ポイントに向かいましょう。いやー、今日もめちゃめちゃ天気がいいな。実は魚って夏が近づいて海水温が上がるほど警戒心が緩くなっていくんですよ。序盤はうまく近づけず捕獲が難しかった南洋ブダイですが、今日は奴らがいるポイントに向かい一攫千金を目指していきます。ということで海の中に入ってみると、大量の台湾カマスがいました。一回だけね、台湾カマスをついたことがあるんですけども、そいつの血で100キロ以上あるバカでかいハンマーヘッドシャークに追いかけ回されたんですよ。それ以来トラウマでね、もうつかないようにしています。さて、台湾カマスはそっちのけで銃をセッティングしていきます。潜航開始。上からよーく狙いを定めて、ヒット。取れたのはおじさんですね。この魚は晩ご飯用ですね。もうほんとね、おじさんはね、取るのがすごいイージーで、美味しくてさばくのも簡単なんですよ。ただね、おじさんはね、島にね全然出回らないんですよ。これなんでだと思います、皆さん。実は素潜り漁師の人って1キロ以下の魚はまずつくことがないんですね。っていうのも、魚を撃ってそこから水中時をリロードする、この時間がね、だいたい10分から15分ぐらいかかるんですけど、そう、なんかね、魚を撃つのが仕事なんだけど、実は半分以上リロードする時間に費やされてるみたいな。うん、なんかそんな感じだから、大きいのついても小さいのついてもあんまりね、労力が変わらないんですよ。しかも小さい魚って大きい魚よりやっぱり身が脆いんで、頭蓋骨ぶち抜かない限り身がぐっちゃぐちゃなって売れないんですよね。というわけでですね、ひとしきり雑談をしたんですけども、皆さん、今日の動画はちょっとひどいです。っていうのもですね、27日目に入ってついに手首の感覚がなくなりました。気づいた人いるかな。冒頭で競りの時ガッチガチに手首固めてたでしょ。そういうことなんです。そう、水中銃って動画上じゃ絶対伝わらないと思うんだけど、とてつもない凶器なの。俺が使ってるやつは大物用で、考えてみてほしいんですけど、太さが 7mm、 そして 180cm あるステンレスの棒を、もちろん空中じゃないですよ、水中でですよ、水中で 7m 先のものをぶち抜けるぐらいの勢いでぶっ飛ばしてるわけですよ。当然それだけの力でぶっ飛ばすんだから、反動もえげつないんだよね。で、銃ってさ、こうやって撃つイメージあるじゃん。で、こうやって持って撃つと思って水中銃を使った人がいたんですけど、その人は鼻の骨と前歯2本がお亡くなりになっていました。はい、やばすぎます。で、マサルの銃にゴムが3本ついてるじゃないですか。3本全掛けするとものすごいパワーが出るんですけど、これ強すぎて毎回あれ手首なくなったってね、ちょっとびっくりします。そんぐらいね強いです。そんな感じでですね、もう今回はちょっとね、手首痛すぎてめちゃめちゃ魚外してます。今日は一緒に外してる瞬間を見ていきましょう。さて、何か見つけたようだ。潜航開始。狙っているのは一文字ブダイ。ブダイの中で最も簡単なブダイ。これを外すはやばいぞ、マサル。当たるのか。ヒット。ならずと。さて、今度は浅瀬での挑戦だ。深く潜る体力もなくなってきた。
さて海底に着き、サンゴの後ろから隠れて身を潜めて、前方にいる大きめのヒブダイ、2、3キロでしょうか。ヒットならずと。絶対当たる距離まで周りを詰めているにもかかわらず当たらない。さて今度は南洋ブダイだ。水面から狙うが、当たったのか。ヒットするも抜けていくと。当たったにもかかわらずこれは悔しい。たまらず追いかけます。出る前に南洋ブダイを取ると豪語してしまったため、かなり焦っています。こうやってね、諦めずに探してると100回に1回ぐらい見つかることありますね。基本まず見つからないです。そしてついにここでチャンスが。潜航開始。マサル視点を見ていきましょう。皆さん大変です。嘘みたいに簡単に取れそうな南洋ブダイがいます。これは取れるだろう。ヒット。え？これも外すと。さてあと3倍ぐらい外してるシーンがあったんですけども、そろそろ撮ってるシーンが見たいですよね。遠目にいる南洋ブダイを狙っていきます。サンゴの裏に隠れ、南洋ブダイが近づいてくるのを待ちます。いい感じに警戒心が薄い。狙いを定めて、ヒット。いやー、これでなんとか有言実行ですね。狙いもバッチリで、選ぶたドンピシャですね。いつも通り脳天締めして、そこから血抜きをしていきます。いやー、やっぱり南洋ブダイ何回見ても綺麗ですね。そしてまたマサルが潜り始めました。いたのはまたもや南洋ブダイ。逃げていく方向を予想して水中時を動かしながら狙いを定めていく。ヒット。しかし当たったのはお腹側。ちぎれる可能性が非常に高い部位です。絶対に持ち帰りたいので海底でそのまま締めることにしました。脳天締めをしていきます。これでもう逃げられることはありません。もうほんとこの日は取れなかったんで、大事そうに抱えて上がってきてますね。なんとかね、2匹も取れたんで帰ることにしました。コンディションが悪い日にね、何かやってもあんまりね、いいことないですからね。27日目にしてこれが疲労の限界かというのを感じております。もう疲れたとかじゃないな、体が動かんな。ということで今日はたくさん稼ぐという予定だったんですけども、3匹だけでしたね。とりあえず帰っておじさんを食べましょうか。はい、ということで本日の漁獲はこちらです。はい、ということで南洋ブダイが2匹、沖縄姫路が1匹ということで、南洋ブダイ結構たくさんいたんだけど、エイムが悪かったな。これ最高のコンディションだったら2倍取れてたな、3倍は取れてたな。悔しいが、とりあえず測ってみましょうか。じゃあまずは沖縄姫路。でかい。そしたら南洋ブダイ、これ海の中で見ると小さく見えるけど、でかくない？3キロあるんじゃない？お、ほんまに？やったー、3キロ。よっしゃ、 3.5。 お、こいつで 3.5 ってことはさ、あの逃げたでかいやつ6キロぐらいあったんじゃない？めちゃめちゃでかかったよね。うわ、悔しいな。もう暗算で8300円という算出ができました。なんか昨日水深 28m 潜ってテンションがハイになってたんですけど、それの反動が来てる感じもある。愚痴を言っても何も始まらないですから、今日の料理を作りに行きましょうか。はい、ということで戻ってきました。皆さん、そこまできついんやったら寝たらええやん、魚さばかずにと皆さん思ってると思います。違うんです。あくまでも視聴者さんを楽しませるためにやってますから。マサルが魚さばかなくてどうするんやと、ちょっと感動の展開持っていこうとしたけど
ということで、今日の食材はこちら、沖縄姫路ですね。まあ、おじさんってね、総称される魚なんですけども、おじさんにもね、種類がたくさんあります。猿って言ってもね、猿の中にゴリラもいれば、チンパンジーもいれば、ニホンザルもいるというような感じで、おじさんの中にも、丸口姫路もいれば、蓬莱姫路もいれば、赤姫路もいれば、まあまあ、いろいろ種類はいるわけですよ。その中でもですね、この沖縄姫路はですね、エビの味がするんですよ。ということでね、今日はこちらを焼き霜にして食べていこうと思います。まずは鱗を剥がしていきます。おじさんの鱗は比較的取りやすいんで、包丁でバリバリいけます。手でもいけるでしょう。あ、手の方がやりやすい。気持ちいい。これおじさんはすごい手で取りやすかったんですけど、皆さん魚さばく際手はあんまりつかない方がいいです。なんかね、魚の鱗の形状によっては爪の間に刺さって痛いんですよね。あとこの魚はトゲがないですけど、普通魚ってここら辺ね、だいたいトゲがあって手傷だらけになりますからね。まあ、特に皆さんがね手に入れられるような魚で言いますと、スズキが危ない。スズキはマジで初手絶対怪我すると思う。さばこうとしたらスズキはね、しっかりとね、さばき方を見てからさばいた方がいいです。もし釣れたとしてもね。そしたら頭を落としていきましょう。切れました。おじさんはですね、正式名称おじさんではないんですけども、おじさんと呼ばれる理由はですね、この顎にね、顎ひげみたいなものがあるからおじさんと呼ばれております。もう最近こんなひげ生やしたおじさん見たことないけどね。最近っていうか、俺が生まれてから見たことない。卵持ってる、珍しい。そしたら血合いを、傷をつけて、はい、そしたら三枚おろしにしていきましょう。今日おじさんをついた理由は、おじさんがさばきやすいからです。そしておじさんが美味しいからです。包丁が切れなくてもイライラしない。よいしょ、うっす、うっす。もうちょっと待って、心折れる。まさかきつすぎない今日。ちょっとやばいな。おじさん。いや、洗ったら身がブヨブヨになるから、俺は洗わずに食う。味を優先する。すでに今腹壊してるんやから、関係ないわけよ。わかる？食中毒など怖くないマサルですから。あとおじさんのいいところは、普通魚って取れたその日は味がないんですけど、おじさんはね、結構ね、味があるんですよね。その日でもうまい。そしたら最後、血合い骨を落としていきます。やばい、落としたやつどれか分かんなくなった。で、皮にね、切り込みを入れていきます。切り味が悪いですね。見てる人ですらイライラしそうなぐらいの切り味やな。 OK。 そしたら塩をかけていきます。2分待ちましょう。はい、そしたら5分置きましたんで、水分を取っていきましょう。この1ヶ月生活中初めての出来事なんですけど、冷や汗が止まりません。やばくない？汗今熱くないよね。やばいですね。大丈夫かな。あと3日持て俺の体。こうやって水分を取っていきます。そしたらね、これを炙っていきましょう。シャッカー、皆さんは真似しないでください。火事の危険性があります。絶対に真似をしたらダメです。よし、はい、そしたら切っていきましょう。こんな感じで切り込み入れると皮が綺麗に仕上がるんですけど、切り込み入れないとね、皮がギュッと縮んで身がね、収縮しちゃうんですよ。これ同じ身です。仕上がりがこんなに変わってきます。それではいただきます。うわ、うめ。やっぱエビっぽい味するわ。うわ、うまい。めちゃめちゃ美味しいですね。なんだかんだ取れたてっていう状態で比較するんだったら、沖縄姫路は結構ねトップに来る気がする。味がいい。うん、なんかね、さっき車でこっち向かってる途中に、なんで今日こんなに体力がないんだろうとちょっと考えてたわけですよ。今日本当
当になんか足でこうやって漕ぐだけでももうちょっときついなっていうぐらい体調が悪くて、よくよく考えたらまあ普通に漁師生活27日目なんですけど、もちろんこれ撮影してるし、撮影の準備もしてるし、編集とかもしてるわけよ。毎日12時間は働いてるよね。なんか毎日12時間超えの労働が今27連勤目で、そして今日8時半から撮影してるんですけど、なんと今時刻が10時半です。今14時間ずっと仕事してますね。27連勤目の14時間目ってちょっとやばくない？ワード聞いただけで吐き気がしてくるもん。でも撮影しなきゃいけないということで、もう胃と腸がめっちゃ荒れてるし、頭は働かないし、体中だるいし、あと3日あります。この生活終わらせたいな。でも GT 撮るし見たいですよね。見せたい。あと3連勤頑張りましょう。ちなみにこの1ヶ月間マサル含めスタッフ総出でやってますね。マサコさんきついっすね。きついっすね。早見マッスルとマネージャーの稲垣さん、そしてマサコ、この4人体制で撮影をしてるんですけども、3人とも倒れてますからね。マサコが倒れたら何日目やったっけ？9日目だけです。9日目だけやな。だけだな。それ以降は復活してるな。ハイマッスルが17日目ぐらいで倒れたよな。稲垣さんはなんか初日から倒れたよな。1日目しか逆にいなかったよ。こんなことしてたけど、あの人コロナやったからな。濃厚接触すぎるやろ。そしてマサルも2日間撮影をしてない日があるんですけど、あれ撮影してないだけで普通に仕事してたよな。ずっとパソコンの前に座ってたよな。あっか、まあ逆にね、今までいろんなきついことがあった。もちろん病気の時、サバイバル生活、そして全財産20万円しかないのに来週2500万円支払い完了してくださいねと契約書を結んでた時、まあどれも最悪な気持ちだったんですけども、今が一番きつい。もう今目を閉じたら二度と戻れないぐらい感覚があります。ということで皆さん、日頃ね大変なことあると思います。一つ俺から言えることがある。無理な計画がしちゃダメだ。俺はこの漁師生活を1ヶ月前に予定組んだ俺を恨んでる。